YouTube にシシトラさんからこんな投稿がありました。コメントですね。そんなに心が強くないんだよ、辛いんだよ、助けてよ、死のうと思っても怖くて死ねないよ、泣いても満たされないんだよ、学生なのに親に存在を否定されて、鬱であることをバカにされて、稼げないお前とは違うんだよってマウント取られて、楽しいことがもうないんだよ、幸せって何なんだろうっていうね、なんか悲痛な心の叫びのようなですね、メッセージいただきました。そうなんですよね、僕の YouTube とかって、まあ、ある意味元気な人、ちょっと元気をなくしてる人ぐらいだったら、もう一回頑張ってみようかなとか、元気にね、なんとか前に進んでみようかなって思えるんですけれどもね、本当に元気をなくしている人からするとですね、まあ、僕ら勝手にこのなんか影響力があるように思われて、ヒロさんがこうやって言ってるけどそれができない自分ってダメなんじゃないかとか、そんな風にこう思わせてしまうところきっとあると思うんですよね。なんか思わせてしまってたとしたら本当に申し訳ないなと思うわけなんですけれども、うんね、本当にあの僕もたくさんのクライアントさんに出会ってですね、こんな風にそんなに心強くありませんとか、辛いんですって、ね、死のうと思ってんのにもう怖くて死ぬこともできないとか、うん、泣いたって満たされないとかね、まさにそのここのコメントにあるようなクライアントさん、お客様ですよね、たくさん出会います。で、まあ、ちょっとでもね、一歩でも前に進めるようなお手伝いとかさせていただくわけなんですけれども、うん、僕はもともとこういった活動というのを被災地、東北の被災地で、スタートしました。あの頃はまだ僕駆け出しのカウンセラーだったんですけれども、なんとかしてね、目の前の方がほんの少しでも前に進めるようなお手伝いができないかなと思って、最初のうちは毎月、そこから2ヶ月に1回、そして3ヶ月に1回っていう感じで、まあ、東北結構ですね、広い範囲、まあ、宮城県と岩手県を中心にですね、いろんな市町村の、まあ、避難所ですとか、仮設住宅ですとか、そういったところを回って、毎月のようにこう顔を見てはちょっとずつお話を聞かせていただいてたっていう、まあ、過去があります。東北で出会った皆さんというのはもう全てを失ってるんですよね。全てってどのぐらい全てかっていうと、自分の命以外の全てですよね、うん、家はもちろんのこと、思い出の品々、もちろんですよね、思い入れのある家具、すごく高かったであろう、大切にしていたいろんな品々、ね、車とか、うん、お金では取り返せない思い出の品とかってありますよね。あれは自分自身がこれだけはと思って、自分自身の宝物として本当に高いお金を出したり、貴重なものを手に入れて、本当に大切に大切に一生使い続けていこう、大切に保管しておこうって思った、その人なりの宝物とか全部失うんですよね、うん、僕たち最初の頃、瓦礫の撤去っていうことでお手伝いしに行ったんですけれども、ね、瓦礫っていう言葉使っちゃいけないなって思ったんです。僕らが瓦礫と呼んでいる、それはですね、もう人々の思い出と大切な大切な思い入れや愛の塊だったわけですよね。うん。ね、本当に瓦礫の中に子供たちの写真があったりですとか、あ、これは大切なものだったんだろうなっていうね、そんなものがいっぱい見つかりました。そして、まあ、家とか物であればまだ諦めもつくかもしれないんですけど、僕が出会った皆さんというのはですね、もっともっとかけがえのない大変なものをなくされてるわけですよね。それは大切な人の命っていう、うん、人間にとって一番ある意味辛いのって、自分が辛いのも辛いんですけど、大切な人の辛いのを代わってあげられないとか、助けてあげられないとか、そういうのがね、ある意味本当に何よりも辛かったりするわけですけど、僕は東北で出会った皆さんというのはね、なんで自分じゃなかったんだろうって
なんで我が子が知らなければならなかったんだろうとか、もう返す言葉もかける言葉もないような、まあ、そんな皆さん本当にたくさん出会ってきました。もう生きる希望だとか喜びだとか明日に向かってとか前向きだとか笑顔だとか、ふざけるなって話でね、本当にね、もし僕が逆の立場だったとして、もしなんか僕の YouTube なんか見てね、みんな笑顔で行こうとか、うん、みんな素晴らしい存在なんだとかね、そのもし見たりしたら、何言ってんだこの野郎っていう思いに本当になったかもしれないですし、うん、ね、だから人のこの悲しみ痛みというものは、ね、このシシトラさんのメッセージもありますけどね、なんか親御さんにちょっとこうひどいことを言われてるみたいで、ね、親からしたらなんかお前なんてとかね、何も稼いでないじゃないかとか、なんか辛いことをね、悲しいことをこうやって言われるのかもしれないですけど、シシトラさんの悲しみはシシトラさんにしかわからないし、それは誰にもわからない、変わってあげることのできないものなんですよね。だから僕がそうやって悩んでる皆さんにもうかける言葉っていうのは本当に限られてて、ね、わかりますよとかね、僕も昔そうでしたとか、そんなことはね、かけらも言うつもりありません。僕なんかにわかるわけがないんですね。同じ苦しみを味わったこともなければ、似たような苦しみはね、味わうことはあるかもしれないけど、ね、でも本人が違えば味わうその痛みのレベルというのは当然違うわけですから、うん、だからね、僕は本当にこのメッセージくださったシシトラさんに、なんかわかるよとかね、うん、俺も昔そうだったの、這い上がったんだよとかね、そんなマウントのことを言うつもりかけらもないんです。もう伝えられる言葉があるとしたら、辛いですよねって、辛いんですよねって、苦しいんですよねって、言ってあげることしかできないですけど、それでもね、もし僕なんかの言葉を聞いてくださるんであれば、それでも生きててほしいしね、鬱で別に薬まみれになろうが、なんだろうがね、うん、薬なんて別にいつか手放せる日も来るだろうし、命がある限り人生はやり直しがいくらでも効くと思ってるんで、うん、今こんなに辛くて絶対にもう這い上がれない、立ち上がれないって思っていても、3年後5年後あるいはたった1年後に全然違う人生が待っていたっていうぐらい、人生ってある日突然一つの出会いで大きく大きく変わることがあります。たった一つの言葉、たった一冊の本、たった一人との出会いでですね、変わっていくことってあるんで、もしねシシトラさんが本当に生きることを諦めずに、もし生きていてくださるんであれば、それだけでも僕十分ですしね、また一つでも何かの出会いを求めて一歩踏み出せるような日が来たらいいなと思うし、それをね、ぜひ焦らずに、そんなまたね、出会いをしていけない自分というのを、もうなんか責めたり否定する必要も全くないと思ってるんで、ね、それでもでもね、何の根拠もないけど、僕は本当に皆さんに伝えたいのは、大丈夫だよって、シシトラさん大丈夫だよって、うん、ね、僕らがついてるし、少なくともね、僕は顔も見たことないけど、シシトラさんの存在を僕は認識してますから、うん、本当にね、あの心からそれをシシトラさんに伝えたいなって本当に思いますね。だから、まあ、生きることだけ諦めずに、ぜひね、その場で本当に生きててほしいなって、うん、生きててまたどっかで会えたらいいなと思うしね、ネット越しでも構わないんで、
また会いに来てくれたら本当に嬉しいなと思いますし、本当に心からまた立ち上がっていける日を、幸せになれる日を心から応援してるやつが、まあね、地球上にたった一人はいるので、ね、ちょっと今のところ親は親からひどいこと言われてるかもしれないけど、そこから這い上がっていった人いっぱいいるんでね、またここから人生が変わっていきますように、僕ずっと応援してますから、ね、またどこかでお会いできますように、ぜひ生きてください、生き抜いててください。またどこかでお会いしましょう。ありがとうございました。いつもご視聴ありがとうございます。津田弘明のオンラインサロンスマイルワールドプロジェクトは、まさにみんなで笑顔の世界、笑顔の日本を作っていこうじゃないかということで、必要な知識、技術、考え方、人間力、トータルで学べる本当に楽しいオンラインサロンになってます。初回、初月はですね、無料で1ヶ月間お試しいただけますので、ぜひとも一人でも多くの方飛び込んできて、一緒に笑顔の世界を作っていきましょう。お待ちしております。ありがとうございます。いってらっしゃい。YouTube ご覧いただきましていつもありがとうございます。ヒロのメルマガ、ヒロメールはですね、毎週月曜朝7時に皆さんが元気になる情報、ほっこりする話、感動する話、お届けしてますので、ぜひご登録の方お願いします。もちろん無料です。それではいってらっしゃい。